ヘビーメタルを手に入れた。ヘビメタ？はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。で、まあこの回の南西にある監視室で、まあ、鍵を、牢屋の鍵を、あれかな、あのびっくりマーク、牢屋の鍵を取って、こっちじゃないね、え、何がおるん、あれ、びっくりした、牢屋の鍵を取って、で、まあ囚人たちを逃がすっていうことやったはずなんやけど、これやん、さっきもおったの。もう追いかけてこないでくれるかな、こっか、ここだな、え、これ取れないし、あ、取れた、牢屋の鍵を手に入れた。で、ルキアのとこ戻るんかな、違う、なんで諦めてんの、もう追いかけること諦めたの。おー、びっくりした、振り向いた、ガネーシャエビル、びっくりするよね、いきなり現れたら。あ、一応このモンスターたちね、コメント欄とかでみんながね、いろいろ配合のこととかを教えてくれてたんで、まあ自分なりにいろいろと試行錯誤の方をしてね、頑張って強化をしていっているところです。ライデインを使うホイミスライム、かっこよくない、見た目は可愛い系だけどね、頑張れ、うん、待って、耐えて、頑張れって言ったけどやられてしまった。おう、やったね、経験値はいいよね、ここ。スタンバイモンスターがレベルアップ、あ、そうだ、今のね、回復をしとかんと、もう全員満タンでいっか、満タン、はい、ヒットポイント回復。え、エルキアのとこ戻ればいいんかな、違うんかな、てかルキアのとこどこだったか、どこだったかしら、こっちかもう一回方向が変わったら囚人逃がしに行くの、今から。ああ、もうあんたって子は今はチンタラしてる場合じゃないだろ、牢屋の鍵を見つけたんなら早いとこ囚人たちを逃がしておやり、うん、怒られた、さっさと行けと。じゃあどこだ、こっちか、これは上がっていくな。下だよね。下ってことは、こっちか。ひゃー、復活しているー。復活しているー。あ、ぶつかった。まあいいや。さっきのガネーシャエビルよりは、弱いでしょう。おし。おしって別にやっつけてないけど。まあでもだいぶ余裕で倒せるようになったけんね。今まで結構、やばいやばいやばいって思いながら戦ってきたけど。てか思うんやけどさ、スライムナイトたまにスライムから降りてきてさ、攻撃するやん。ああいう感じで。スライムナイトのスライムの大きさが気になるよね。スライムの大きさっていうか、スライムナイトの大きさの方かな。ね、いつも思うけどこれ超小人なんかなって感じよね。だって他のモンスターに比べて、スライムナイトの上小さくない？かなり。精霊石を手に入れた。お、タイプ G のレベルが上がった。レベルはまだ結構低いんよね。こっち外に出るな。外に出る？あ、違うな、あっちか。モンスターがうようよといる。ほら、確実にさ、確実にあの、うちのモンスターたちよりはちっちゃいでしょ、スライムナイトの上上、頑張れ、スライムナイトは頑張らなくていいんだ。なになに、爆発した、自爆、いけいけい、おし、てか思ったんやけどベスキングってすごいちっちゃいよね、キングっていうぐらいだからもっとでかいのイメージしてたんだけどさ、いつも見るたび思うんだよね、ちっちゃって。よし、ここまでやってきたぞ。この辺ね、敵多いけんね、嫌なんやけど、あっち側か、よし、64ゴールド、ん、ここ通れたっけ、
扉は固く閉ざされているよ。閉ざされているよ、いけないじゃないか。こっち側からか。こっち側からしかいけないんだね。よし、条約層。回復アイテム大事よ。回復アイテム、道具屋とかあったら大量に買い込んとかんとね。獣の皮入手、こっちはいけるよね。固く閉ざされているけれども、こっちか。普通にあったわ、振り向いたら。んてか、この辺モンスターいなくなってない？あ、いたいた、普通にいたわ。薬草ゲットー。あー、すげー落ちた。すげー落ちたけど、まあいいや、結果的には。んと、落ちた時にダメージとかあったら終わりやったけどね。びっくりした、あいつ落ちたダメージかと思ったわ、今。あいつだけ受け取るわけないよね。さみだれ蹴り。こういう全体攻撃は、やっぱりいい。すごく役に立つ。そして、ホイミスライムの、強力な攻撃。ホイミスライム一番強いんじゃねって感じよね、この中で。ダメージ的に。いけいけいけ、なんかスライム系強いよね、何気に。おっしゃー。お、ブリーストナイトがもうちょっとでレベル上がる。こっちか。ん？こっちであっとんかな。ちょっと待ってよ。あっちじゃねえか。あっちか。ちょっと待って。何かが今思いっきり透けて見えたんだけど。思いっきり透けて見えたんだけど。こっち、あー、そっか、ここ。ここめっちゃ開くとこだ。めっちゃ開くとこだ。ちょっと待って。怖い怖い怖い。条約層を手に入れた。それでもアイテムは取っていく。はい、小さな化石。鉱石の力。ここもだよ。はい。駆け抜けろ。駆け抜けるよ。てかみんなさ、どんだけ操られてんのやめてよ。やめてよとか言われても無理だろうけど、なんだあいつ。なんか可愛い感じのいたんだけど。なんかいたよね。ほら。この辺めっちゃいっぱいだなぁ。めっちゃいっぱいだなぁ。それをひらひらと、かわしてゆく私。着物の皮を手に入れた。お、すげくね。誰にもぶつからんかった。さすが。そして。さあみんな、解放してあげるからね。どこみんな。あ、いたいたいた。はい。さあ出るんだ。牢屋の鍵で電子ロックを解除した。でも今さ、今この状態で解放してもさ、周りめっちゃモンスターいるんだけど、私確実にみんなを殺す気だよねっていう。どこ、ここか。え、ここは、あ、ここはあれか、ルキアさんが入っていた、ルキアさんが入っていたであろう着ぐるみ。ここてか、ちょっと宝箱取っていこう。まあ、宝箱っていうか、これね、宝箱だね。うん。怪しい薬を手に入れた。怪しい薬って何なんだ？何の研究をしているんだ、みんな。あ、てか何？この人逃げた？この人ってここ誰もおらんわ。牢屋の鍵で電子ロックを解除した。精霊石。あ、ここもともと私がおったとこか。あの人はもう連れて行かれてしまったんだね。辛い。さっきの人逃げたんかな？普通にまだ中おるんかな？はい、宝箱。ヘビーメタルを手に入れた。ヘビメタ？おー、詰まる詰まる。あ、逃げてない。逃げれんよね、こんな状況で。出してくれるのか？本当に逃げていいんだな？いいよいいよ。ゴーゴー。逃げちゃえ逃げちゃえ。なんか捕まりそうな気がするけどね。肉が落ちとる、肉が。燻製肉を手に入れた。ここの牢屋の人は牢屋に捕まっているのにいい肉を食べていたんだな。おうおう、上野にぶつかった。骨コウモリ。骨コウモリはあれだよね。あの、アンデッドガーデンで。ああ、そんなことを言っていたらやられた。あ、しかも一番強力だったはずのホイミスライム。なんてことだよ。みんないけます？まあみんなも結構強力か。大丈夫だよね。向こうのダメージ10とかだし。ほら。ブリーストナイトがちゃんとデフォイミを唱えてくれるさ。
混乱している誰が？向こうか。向こう。お、一匹やっつけた。いいぞいいぞ。みんな頑張って。この戦いが終わったらちょっと満タンにしておこう。結構みんなちょっとマジックポイントも減ってきてるね。回復しておいた方がいいかな。休憩場所とかあればいいんやけど。あと一匹。捨て身？捨て身なのに全然やられてないじゃないか。おっしゃー、プリエストナイトレベルアップー。いい感じだぞ。そしてちょっと満タンにしておこう。じゃないとまたホイミスライムがお亡くなりに。よし。そして、あ、こっちじゃないわ。こっちじゃなくって、あれ、上の階はどうやって行くんだっけ？上の階、上の階はまた別のとこからか。ん？てか、なんかびっくりマークついてるよね。あれは一体なんだ？ん？びっくりマーク別に何でもないんか。肉がありますせっていうだけ？牢屋の中には入ってこないのね。よしよし、ちゃんと収まったなってこと。あ、そっか、自分がおったとこの牢屋に行ったら休めるんじゃない？ちょっと、マジックポイントをちょっと回復したいね。牢屋の中に入ろうとしたら諦めるんだね。なぜだ。先手を取ったよ。敵に背中は見せちゃいけないな。で、自分とこの牢屋に一応戻って、ま、体力はさっき満タンにしたんだけども、ま、マジックポイントが減ってきてるからそれを回復しておこう。ライリーン。おぉ、強い強い。やっぱいいね。でもそういうのガンガン使うからね、すぐにマジックポイントなくなるんよね。へい。あ、でもスライムナイトが乗っとるスライムに比べたらやっぱり、ベスキングはでかい。てか可愛いよね。プニップニアン。スタンバイモンスターのレベルアップ。よし。どこだ？こっちか。これだね。じゃあここで。さあ眠ろう。ベッドを使って休めそうだ。休んでいきますか。ほい。自分がおったとこ以外のとこでは休めんねよね。どこも同じベッドじゃないか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。